どうも、銀次こまです。今回はね、スキルを全部コンプリートしようかなと思って。ウソップがね、戦いの三段、前回なんか、火薬とかでレベル4をね、レベル5にしたんですけど、レベル5で前回じゃないわ、昨日か。前回の動画にはなかったけど、フレイムダイヤルを100回しようと強化爆弾を100回やったから、とりあえずそれを作ってきましたね。強化爆弾を50、50で100。で、なんか150あるな。作りすぎたな。まあフレイムダイヤルも160あるんですけど、とりあえずこれでウソップは完遂。で、まあ、ナミさんとかこういう技系が結構きついんですよね。これがもう、ひたすら必殺技振るしかないっていう。で、ルフィが、ライフル20にして、あと2レベと、金土の、これを作ったら OK で、ゾロも、これ必殺技ですね。これがやっぱ一番きついね。ウソップがさっきので、サンジ君はもうクリア。で、チョッパーもクリアで、ロビーも必殺技ですね。これもね、まだレベル4だから、多分25レベルまでやらされるから、ほんまにきついと思う。で、フランキーが、これフランキーも20ですね。必殺技マジできついよね。で、ブルックも必殺技なんですよね。だからひたすらこれをもうやっていくって感じですね。で、アイテムが、まあ、5個あるんで、まあ、これをもう適当に使いながら、必殺技振るって感じですかね。今日の動画は。これでね、多分98ぐらいまでいくんじゃないかな、達成度。あと、ボスバトルだけだから。他のね、料理とか全部終わったんで、とりあえずね、スキルだけやっていこうと思います。さあみんな、ルフィのギガントライフル用のやつ釣ってきたね。いや、マジ疲れた。これね、5匹釣って、やっと溜まったね。これなんかいらんのにこのカイオルのヒレ3匹も釣っちゃったから、今度こっちも料理したいね。これ、あれか、金の卵とか、金玉とかの料理だよね。で、今日はこれをね、全部取ってきて、さっきグレートテリギウスも釣ってきて、で、これ作ってルフィに食べさせて、で、これでルフィがね、ギガントライフル覚えると思う。わ、すごい。めっちゃ上がるね。これで、さあ、来た。ギガントライフルと回転を加えて巨人族の腕のパンチと。これでね、今のところ全部終わらしたんですよ。全部じゃない。そうです。ルフィ終わりで、ゾロも全部終わりがしました。で、これナミだけですね。ナミがシーフルを25までしないといけなくて、あと8レベだね。これが結構しんどい。まあ、ウソップとサンジ終わったって話だよね。チョッパーも終わって、ロビンも終わらしました。で、フランキーも実は終わらしましたね。めっちゃ時間かかってね。まあ、ほとんど動画化してないんだけど、裏で全部終わらしましたね。で、あとはね、ナミを、まあ、これあげるだけなんで、で、アイテムをね、これ、スタミナ薬いっぱい作ったんで、これでいっぱいいって、とりあえずね、ナミのレベルを、必殺技のレベル上げていこうと思います。ここでね、上げていくんだけど、このナミのね、このシーフルが結構厄介で、なんか、めっちゃ表面の敵にしか当たらないんですよ。これ奥結構いるじゃないですか。これ見てもらってわかるように、マジ手前の敵にしか当たらないんですよ、ほら。これでね、まあ今レベル上がったんですけど、まあ、3回打ってレベル1上がるぐらい。まあそんぐらいね、レベル上がんないから、まあちょっと頑張ってやっていこうって話で。いや、結構ね、ステータスのやつ、めちゃくちゃ時間かかったね。しかも時間かかるくせに、なんかさ、動画化はできないっていう。まあただひたすら必殺技振るだけだから、いや待って、ミスター、やばい。ああ、当たりに来てくれた。優しすぎだろ、こいつら。なるほどね、空気読んでくれるタイプか。さあ、これまた回復して、いや、全然足りなさそう、このあれじゃ。さあ、やっていくんですけど、全然上がんないよね。これが本当に大変なんですよね。さあ、19と、あと6レベルですね。ワンチャンいけるか。さあ、これ多分前段命中したら結構上がると思う。こんな感じで。じゃあ今日でね、多分全部終わるんで、まあ、次回、明日かな。明日は、ボスラッシュ、ハード終わらして、で、もうそれで、あれだね、アンリミテッドクルーズエピソード2とはもうおさらばかな。いや、結構名残惜しいんだけど、結構もっとね、ネタこすってやってもいいんだけどね、ちょっとアンリミテッドワールドレッドが待ってるから、俺には。ワールドレッドやって、年末、年明けたら、あれやりたいしね、ワンピソーです。まあ、できたらだけど。やりたいし、まあ、ちょっとね、アンリミテッドクルーズはここまでかなってことで、そうね、めっちゃ頑張ってやってました。割とこれ、4、5時間ぐらいかかったんじゃないかな。冗談抜きで。今日一日暇な時間はずっとやってたから、めっちゃ疲れたんですけど、今日ね、実は重大発表があります。いや、これ言っていいかなちょっと、言っちゃおうかなちょっと迷うんだけど、重大発表がね、でもね、これ言っちゃうと、ちょっと、なんていうの、俺のチャンネルの、景観を損ねる可能性があるみたいな感じもあるから、いや、どうしようかね、言っちゃおうかな。待って、これさ、いつも思ってんだけどさ、この傀儡の状態で当てたらレベル上がるのと関係あんのかな。なんか敵の強さと、必殺技と関係あんのか、敵の数と関係あんのか、ちょっとよくわかんないよね。いや、実はね、今日重大発表。カキフライ食べましたね。カキフライ食べてマジで美味しかった。いや、カキフライガチ好きなんですよね。てか普通に揚げ物美味しいよね。なんかでも揚げ物って若いうちだからやっぱ食べれる感あるよね。すごい。まだなんて、まだ食べてもなんか不健康になる気はしないじゃん。まあただこれがね、ほんともっと年取ってくると結構ね、揚げ物もきつくなってくるんだろうなと思って、まあもう今のうちに楽しみたいねっていう重大発表でした。さあちょっとやっていくんですけど、あ、そういえば俺バウンティーラッシュ始めましたね。バウンティーラッシュ、ツイッターでもつぶやいてるんですけど、なんかね、ワンピースフィルムレッドコラボの時にちょっとやってて、なんかシャンクスとベンベックマン持ってるんですよね。なんかシャンクスとベンベックマンだけはいて、まあなんか他はもうなんか全部雑魚みたいな。で、シャンクスとベンベックマンね、なんか昔強かったらしくて、友達に絶対シャンクスだけは持っとけって言われて、なんかリセマラしてシャンクスだけゲットしてそのデータがあったんですけど、なんかもうね、もうあんま強くないみたい。シャンクス。まあでもツイッターでその視聴者さんに聞いたら、全然なんかシャンクス1体だけ持ってればやっていけるよみたいなことを教えてもらったから、いやちょっとシャンクス育っていこうかなと思って。なんかレベル80にするのにね、めっちゃ時間かかるんですよね。なんか60が上限で、なんかもう一回同じキャラダブったらなんかレベル80までいけるけど、ダブんなかったらなんか自分でコツコツやってみたいな。あれどんぐらいでさ、80までいけんのかな、よくわかんないんだけど。さあ24、あと1レベルだ。ワンチャンギリ足りるかな。ちょっとこれは考えていきたい。これやるところで、おでん欲しかったんですけど、なんかおでんあんま強くないみたい。まあ、でも普通にね、おでん大好きなんですよね、俺。ほおずきおでん。まあでもね、僕の一番大好きなキャラは、ワンピースの中でね、一番好きなキャラ、みんな話したことあったっけな。僕の中でワンピースの中で一番好きなキャラはね、実はキュロスなんですよね。キュロスが大好きで。まあ、おでんと桃之助がその次ぐらい。きたー、これで全部終わったかな、多分。どうだ、終わった。技スキルみんな全部終わったぜ、技スキルが。いや、ガチ気持ちいい。いや、本当に疲れるからね、これ。これ、やってる人いるかな、まあ結構いるか、多分。100%。これで多分、ボスラッシュさえ終わらせればね、100% なるんですよね。そう。でね、俺はおでんと、あと桃之助。このどっちかが1位か、2位か3位かで迷ってるみたいな。おでんも桃之助も大好きなんですよね。でもやっぱなんか、その中でも、なんか、キュロスだけは1位を譲れないみたいな、そんな感じがあって、キュロスが大好きなんですよね。あれ、俺クワガタ作んなかったっけ。倉庫の中で直しちゃったんだ。最悪だ。俺、あ、そうだ。あれね、ブルック身軽を覚えたんでね、一生ずっと走れるようになったんですよ。見てください。そう、これも今日動画でやりたかったんですけどね。さあ、これ。なんかね、これ、ずっとなんか永久的にできるときって、なんか半永久的なときがあって、何の違いかわかんないけど、なんかちょっと SP が減ってるときは、なんかずっと減らないみたいな。あれバグなのかな、よくわかんない。まあ、ただなんか永久ではないんですよね。地味に減ってってるっていう。そう、これでね、ちょっと、この前水のところ走ってきたんですけど、また行ってみようかな。結構ね、楽しいんですよね。水の上、ずっと走れて。まあでも結構これでもすごい方ですよね。まあ、とはいえやっぱ2ボタン押す垂直移動のやつの方が早いっていうのがちょっと謎なんですけど、やっぱでもちょっと普通にあれだね、 SP 下がっていくね。これなんか SP 下がんない時はあるんですけどね、本当何が違うのかよくわかんないですね。この辺って走れんのかな。お、ここの湖どうなんだろう。ここの湖走ってみようかな。さあ早く溜まれ。そう、キュロスはね、やっぱかっこいいよね。キュロス本当なんかお父さんとして最高っていうかさ、あんなかっこいいお父さんキャラいないよね。おもちゃにされてもなお、その、愛する娘をずっと10年間見守り続けたみたいな。お、なんか捕まってんじゃん。これ、そういえばこの前って今日かな。今日置いたんですよね。ドクトル・ホーネット。いやー、ちょっと待って、ホグバックバックじゃん。ドクトル・ホグバックか。お、なにこれ、薄バーリ地獄ね。なんか昔言ったな、これ。ファイヤー・ヘラクレス。いいね。あ、でもね、多分こういう兵器系は多分使えないからね。何やったっけ、ボスラッシュで。いらないんじゃないかなっていうのがありますね。これちょっと待って、一回スキル使ってみようかな。これさ、SP ちょっと減った状態やったらなんかずっと使えるみたいな。いや、不発に終わった。いや、そんなこともないか。いやー、なんかそんな気がしたんだけど、ちょっと待って、SP めっちゃ減らしてみようかな。いや、こんだけ減らしたらどうだ。いや、普通に減る。なんで、半永久的な時と何が違うんでしょう。これ、ね、これ前、普通に視聴者さんも、永久的に走れますよって教えてくれたし、多分永久だと思ってたんですけどね。なんでちょっと減るんだろう。減るときと減らないときの違いがあんましよくわかんないっていう。いや、キュロスかっこいいよね、ほんと。どうだろうね。キュロス以上にかっこいいお父さんキャラっているかな。まだおでんもお父さんキャラだから本当にかっこいいんだけどね。まあでもお父さんとしてかっこいいってよりかは、なんか、なんだろうね。海賊じゃないけど、なんか大名としてかっこいいっていうか、主君となんとかみたいな。主君、いや、わかんないな。なんでかっこいいんだろう。わかんない。なんか全てがかっこいいんだけど、おでんは。まあ、キュロスはもうお父さんとしてかっこいい。お父さんとしてかっこいいプラス、ドフラミンゴの部下を一人打ち取るっていう、最高幹部をね、かっこよすぎでしょ。今までの王国のキャラでいなかったもんね。だからペルーが、アラバスタで言うとペルーが、ボンクレ倒すみたいな。倒せそうだな、ワンチャン。いや、でもまあ、七部会だからね。七部会か、あいつらも。で、なんかバロックワークスと、ドフラミンゴファ、ドンキフォーテファミリーの差がすごいね。なんか全然力の差が、パワーバランスが。今日、金玉、一個も出ない。今日5回ぐらいやった気するんだけど。さあ、こんな感じで終わろうかなと思います。今日はね、じゃあ全部終わったんで、じゃあ次回はね、ボスラッシュということで。あ、なんかバウンティーラッシュとさ、トレクルってみんなやってんのかな。なんかワンピースの好きなアプリとかあったら教えてください、ぜひ。なんだお前。なんかあれ、セミの後ろ姿みたいなね。いや、いいわ。トレクルね、結構なんか昔やってたデータがあったんですよね。ってことで終わります。バイバイ。